ん、こんにちは。中川瑠璃、中学1年生の純彩です。よろしくお願いします。はい、今回はいいことがありました。イエーイ。あの、定期テストが今週の月曜日に全部5教科返ってきたんですよ。で、理科の合計が、目標、前回今まで350点を行ったことがなくて、今回350行きたいなって思って勉強してたら350超えることができました。すごい。はい、理科が一番良くて、理科が92点取れたんですけど、はい、ありがとうございます。そう、それでギリギリっていうか、一応350点超えることができて、でもちょっと400点行きたかったんですよ。400点もう行きたいなって思ったので、あの、1回ぐらいだったら多分頑張れば取れると思うんですけど、それを維持するのが自分的には大事かなって思ってるので、2年生にもう次の定期テストではなるんですけど、その次の定期テストでは400点か300また50以上取れるように頑張りたいと思います。はい、それでは今日の曲聴いてください。花に恒例。もう忘れてしまったから、夏の木陰に座ったまま、アイスを口に放り込んで風を待っていた。もう忘れてしまったから、世の中の全部嘘だらけ、本当の価値を二人で探しに行こうと笑ったこと。忘れないように、色褪せないように、またね。